年生っていうのは、うん、スーツ着てリクルートカバンと革靴履いて、うん、ネクタイして、うん、その言われたところに行って言われた通りの挨拶をすればいいと思ってんのかよと思ってバカじゃねえろと思ってたわけ。あ、それだから社会人として失格やな。それはハートで動けよ。なるほど、自分で考えてやれと。そう、メモ取んのも、そうそうそう、なんかもう受け身でやってる、うん、もう学生じゃないんやから受け身でやんなよと。社長やもん、その意見そうそうそう、社長の意見やそれ。君だな、いつまでも学生じゃんだから自分で動けよって言うてるわけでしょいい上司ですね。いや、ほんまにそう。あ、そう、私ね、この前、うんうん、結婚パーティーをしたわけ。はいはいはい、いい、この話しないよ、もっと喋るとこない。全然いいよ、聞いてくれる。地元のお父さんお母さんに、うん、やっぱ結婚してんからドレス姿ぐらい見せなあかんよっつうことで、うん、親戚の顔合わせをパーティーにしちゃおうみたいな、うん、だからハガキも寿の封筒じゃなくて、うん、普通のハガキにパーティーしますみたいな、うんうん、それでいいと。だから全然カジュアルでいいですよつったのに、地元のあの形式ね、うん、あーもう一応せなあかんっていうね、せなあかんせなあかんで、うんうん、会費やっつってんのに、うんうん、お祝儀せなあかんとか、うん、全部形で来るわけもうその形で来るところに腹が立ってさ、めでたい的なのに、そう、あっちはいらん、いらんっつってるから、もう何があっても祝儀袋は受け取らない、うんうんうん、つったのに置いていくし、うんうん、なんかね、形、そのね、うん、ハートで動かれへんのかそこだ、そこだハートに向けみんなは形がしっかりしていれば、うん、認められると思ってるわけよ。なるほどなるほど、それさえやっときゃいいと思ってる。それさえやってれば向こうの親戚にもこっちの親戚にも恥ずかしくないみたいな。なるほどなるほど、私はそれにカチンときたわけ、うん、恥ずかしいってなんだと、うん、ただ単に顔合わせがしたいのを、うん、若干来ちゃうぜやったわけ。ニコロ君結婚するときは相談して、うん、でも嫌やな、こんなんそうやな、ハートがさ、ハートがね、ニコロ君ハートがさ、ハートで祝おうよ。あれじゃ、まあ形式でやるの別に否定しないけども、そう、形式中身がないと、ね、形式にもともとハートスタートで、うん、じゃあ祝おうぜ、じゃあこんな風にしようぜスタートって言うの、うん、こっちがそれじゃないっつってんのに、うん、あ、それで来るっていう、お前がと、お前らが勝手に、なんで当てはめようとする、それはこういうもんやということで、そうそうそう、それそれそれ、うん、びっくりしてさ、ほんまにびっくりしてさ、なんかね、社会人は形で入るなと、うんうん、言われたから言うてメモ取るなと、もう頭で覚えるって言われたら頭で覚えろよみたいなハートがあればいいと。なるほど、これ結構いいアドバイスじゃないですかこれ。ほんまや、うん、まだニコロックもね、こんな久々に会ってこんな社長になってると思わなかったでしょ、ね、すごいですよねこれは。今ね説教されてる気分になりますよね、これね、なんかね、だってさ、びっくりする、世の中びっくりするね本当に。あ、もういざなら、その結婚とかね、そうね、言うたら対社会のことやると、そう、びっくりした、なんで分かれへんかなと、本当に分かんない感じみたいな、本当にみたいなすごいな、びっくりした。JP なんかそういう本出したらええねん、なんかそういう、出そうか、ハートで動け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 、命令けよJP さあ、はい、そんなね、ハートに届く、はい、曲をですね、はい、どうしましょうか。ですね、はい、ゲストの曲は次のコーナーをかけたいので、はいはい、私今蜷川美香さん、おね、蜷川さんの娘さんなのかな、私そこちゃんと知らんねんけど、あっちの、はいはいはい、蜷川美香さんの写真を最近見たわけ。あ、はい、すっごい綺麗やねん、ブルーバックにハイビスカスがピンクがドドッと入ってたりとかして、はい、もう写真がほとんど花やねん、もう芸術的な芸術、うん、で、まあ、その蜷川美香さんがあのさくらんっていう、うん、あれ主役の女の子の名前言って、あの土屋アンナちゃん、土屋アンナちゃん、そう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 、だからあのさ、うん、タイトルバックとかもさ、うん、全部花なわけよ。あー、そうやね、ですごいやっぱり写し方が綺麗、うん、でその着物の撮り方も、その蜷川美香さんの写真展ってさ全部花やねんけど、うん、着物も多分花として捉えてると思うねんな。なるほどなるほど、だからこう画面上が花やねんなまた社長みたいなの見たよ、これ社長やな、社長やな今日なんで普通に芸術トークやん、あれ、まあ、うん、まあ、その桜桜のアルバム、椎名林檎ちゃんと斉藤猫さんのアルバム平成風俗から桜 の、 あのテーマかな、はい、そ
それは分かんない、それが分かんないね、うん、じゃあ桜の曲を、はい、じゃあそれもハートで聴いてください。お願いします。どうぞ。